こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今は早朝太極拳から帰ってきました。皆さん集まって、鳥居師範のもと、24式を普通に前半の立前スワイショをして八段二式をして、それから24式をして、そして百花拳をして、そして後半の八段二式をして立前をして、スワイショをして帰ってきました。皆さんと集まって外で、太極拳をすることの本当に気持ちよい、細胞レベルでなんか自分が生まれ変わるような、そんな感覚があるんですね。本当に気持ちがいいです。自分で意識して動いたことは、何しろこの今の、コロちゃんの騒ぎなんですけど、宇宙レベルで言うと、すごくこのなんかお仕置きされたのかもしれませんね。宇宙からこう何か世界中が変化しなきゃいけないっていう時なのかもしれないなっていう、この消費社会に対する何かね、宇宙からのまあメッセージなのかなって思ったり最近しています。まあその世の中はちょっと景気も悪くなったりして、すごくこう暮らしにくい部分もあるかもしれないけど、太極拳をやったりする分には本当に何一つ必要ないっていうか、動きやすい服装と、そして外で深い呼吸をつないで動いていったら、もう本当にもう必要最低限のものでいいなっていうふうに本当につくづく感じました。皆さんの笑顔を見て、また鳥居師範の笑顔を見て、支部長の笑顔を見て、まあなんかとてもね、あと初めて参加した方もいましたね、早朝太極拳に。2週目が雨だったので、今日になまたなやったんですけれども、本当に気持ちよかったです。今3月は最高の季節ですね、外で太極拳をするのに。まあ花粉もっていうことなんですけど、空気が澄んでいて、まあ本当に花粉もあんまり感じられないような、とっても何か気持ちがよく動くことができました。本当に地球に感謝して、世界の皆さんの本当に健康と幸福を願って、平和と、そんなことを願って太極拳を動いてきました。今日石原公園で太極拳です。見えるかな、富士山。うっすらだな今日は。ちっちゃい人、はい。大丈夫？はい。これでちょっとアップロードします。すいません。はい、お願いします。でもずっと会えなかったからね。まだこう、まだ会えないもんね。今月いっぱいだもんでしょ？ねえ。来月でも4月の 何日ぐらいかな？今慣れない。そうなんか7万。ありがとうございました。ありがとうございました。集合写真だけを撮ってもいいですかっていうふうに皆さんに伺ったら、いいですよっていうことだったので、皆さんになんとなく集まっていただいたんですけど、私のカメラの設定が悪くてちょっとこう横にずれてたんですけど、後ろのね、あの山の風景が見れてよかったんじゃないかなと思います。山梨県は本当に空気が綺麗で自然で、とっても美しい景色の中で、どんな公園に行っても本当にそれぞれ素晴らしいところがたくさんあるんですね。まあ、公園もそうだし自然もそうだし、なので、まあ、何も持たずにフラッと行って動けてしまうっていう太極拳っていうのは本当に素晴らしいなと思っています。
免疫力を高めるために軽い運動は絶対に必要なんですね。なのでこの陽明寺八段錦二十四式太極拳愛好される方はぜひね、外の気持ちのいい場所に行って太極拳を待ってみていただければいいなと思います。また太極拳をやったことがない方はどうぞ私の動画を見て陽明寺八段錦二十四式の太極拳の動きを真似してみてください。私のトップページには立前スワイショという太極拳の基礎になるものと、そして八段錦という気功法が出ています。ご一緒に体を動かしてみてください。また音声付きの24式の動画もあるので一緒に体を動かしてみてください。とてもね、上手にできなくても覚えられなくても全く問題ありませんね。とにかく真似して動くことで深い呼吸がつながってくるような、そういう動きですね。ぜひね、皆さんも今のこのなんかコロちゃんに負けずにみんなで頑張っていきましょう。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。